皆さんこんにちは、ゆとなみやです。 YouTube のなんちゃって毎日更新をして、いろんな手応えを感じながらも、ちょっとねインスタにも書いたんですけど、ちょっとプライベートがおろそかになりがちだったかなと思って、家族デイを楽しんできました。楽しかった。結構土日も更新してたので、いろいろ割れてたところあったんですけど、かなりリフレッシュできました。もう YouTube 更新しません宣言をすることによって解放めっちゃいやいや更新してるみたいになってますけど、そういうわけじゃないんですけどね。更新するのは楽しいし、 YouTube していくのも楽しいんですけど、やっぱりどうしても撮るだけじゃないし、撮った後本当に私無駄話が多いから、カットするのもめちゃめちゃ時間かかるし、その後にね編集してくださってて、その確認もね、まあ、1時間動画撮ったとして、まあ、カットするのにも1時間以上は絶対かかるわけじゃないですか。動画が1時間もあるから、まあ、1時間撮ることあんまないですけどね。最近は30分ぐらいとかだけど、30分40分撮ったのを20分とかになってるからね。その出来上がった完成を一からまた確認するチェックっていうのが結構時間かかる。うん、愚痴それでね、先日の家族デイでですね、娘たちと友人と UFO キャッチャーをしに行きまして、 UFO キャッチャーしに行こうって言ってたわけじゃないんですけど、たまたま遊びに行ったところに UFO キャッチャーがあったので、もうしようよみたいな話になってしました。でそこにめっちゃ可愛いね、もうめっちゃこれ欲しいって思った、なんか動物シリーズのちっちゃいマスコット人形、こんな感じのふわふわバージョンみたいなのが UFO キャッチャーにあったんですよ。てかこれ前置きまた長くなるから飛ばそうとしてます。もう飛んでってるかな飛ばそうとしてます。今日は今からクイズするので、そのクイズ当たったら明日めちゃくちゃいいことが起こりますっていう、そういう魔法をかけてあるので、飛ばさずに飛ばさずにクイズしてってください。で、動物のシリーズのちっちゃいね、こんなちっちゃいぬいぐるみ、ぬいぐるみじゃないな、ちっちゃいこういう何マスコットみたいなのがいっぱいある UFO キャッチャーをしたんですよ。で、何種類あったんやろ、12、3種類ぐらいあったのかな。そのうち私は何個取ったでしょう。ちなみにね、それやりたかった理由はパンダがいたんですよ。で、パンダが欲しかったし、これ絶対取りたいと思ってやりました。何個取ったでしょう。考え中みたいな。あ、今日から1週間ぐらいね、お一人どっか行ってらっしゃるみたいで編集の方ね、1週間ぐらいどっか行っちゃってるので、1週間ね膝板おばあちゃんが編集してくれるのでね、膝板おばあちゃんここね、膝板おばあちゃんって膝痛いのバカにしたからな、最近おばあちゃんって呼んでるんですけど、私の実のおばあちゃんではなく同級生なんですけど膝痛めてね、膝がなんか90歳以上、筋肉年齢が90歳以上って言われたらしくて、今膝おばあちゃんって呼んでるんですよ。全然ディスってないですよ、全然ディスってない。ここ考え中みたいなのちょっと入れてもらっていいですか。考え中、考え長いな。よし、やります。それではいきます。じゃあどんな動物が出るかも考えながらちょっと見てもらっていいですか。これ前置き長すぎひんか。それではいきます。まずは分からん、ちょっと適当に取っていこう。まずはとか言ったかもしれない。いきまーす。じゃーん、1個目、ライオン。かわいい、かわいくないですか。かわいい。でも前置き6分も喋ってんねんけどじゃーん、うさぎ。2匹目、早送りした方がいい。じゃーん、ゾウ。
これね、ゾウらしいんです。コアラやと思ってた。ゾウ。お鼻が長いみたいな。ゾウ。じゃーん。猿。お猿さん。4匹目。じゃん。キリン。5匹目。え、かわいい。じゃん。パンダ。パンダかわいいでしょ。このパンダが欲しくてやりました。じゃん。クジャク。クジャク。2、4、6、7。7匹目。じゃん。8匹目。キツネ。そして9匹目。あると思います。あると思います。じゃん。コアラー。2、4、6、8、9。正解は9匹でした。キラ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 、めっちゃ可愛くないですか。キラ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 、はい、ありがとうございます。ちょっとこれからのね、動画にも一緒に出てきてもらう仲間たちが増えたので嬉しいなと思いつつ、このパンダが欲しくてやりました。次女がね、なんかチートみたいな感じで、なんか後半は入れ食い状態だった。いっぱいゲットしました。このね、9匹分かった方はね、明日スーパーいいことがあります。間違いありません。私が言うので間違いありませんということで。いや、逆に当たった方すごいけどね。こんな感じになっております。今日はパンダとキリンでやらせてもらいます。はい、それでは前置きが8分40秒、長い。それでは今日はですね、リクエストにお答えして、芸能人の相性占いをしていきたいと思います。よろしくお願いします。
できました。できました。それではいきます。相性はめちゃくちゃ良いですね。相性は二重丸に星が飛んでる感じ、キラキラ。相性めちゃくちゃいいです。波長が合う、すごくすごく合うで、付き合ってても不思議ではないかなって思いました。で、お互いどう思ってるかっていうと、お互いとても大切に持ってますって出てるので、大切に持ってることには変わりないかなって思ったんですけど、まあ、付き合ってても不思議じゃないけど、でもどちらかというと戦友って感じがしましたね。共に戦う仲間みたいな。戦友っていう文字が一番しっくりきたかなって思います。で、親友ではない、親友までは言ってない。なんか親友の定義も人それぞれだとは思うんですが、親友ってなるとちょっと違和感を感じる。うん、戦友っていう文字がね、一番合うかなって思いました。で、二人ともとてもね、性格がいいのは多分もう見てわかる通りですよね。本当に性格がいい。で、美男と美女でしょ。二人とも性格がいい、美男美女だから、そりゃお似合いだということですね。そりゃお似合いなんですよねこれはね、美女で性格がいい方だったらお似合いなんですよ。平野 S さんにとってお似合い。逆に橋本 K さんにとってね、イケメンで性格がいい人だったらお似合いなんですよ。そういう感じ。この二人だからすごくお似合いっていうのもあるけど、美男美女、そして二人とも性格がいいだからお似合いってみんなは感じてると思います。まあそれだけじゃなくてね、応援してる方ね、応援してる方の相手が性格悪そうな人とか、なんか嫌ですよね。性格がいい人の方が、どうせなら性格良さそうな人と付き合っててほしいですよね、みたいなところもあるかなとは思うんですけど、まあ、すごくお似合いやなって私も思いました。でも、まあ、戦友戦友っていうのがすごいしっくりくる。まあただ波長も合うし、一緒になんかね、一緒に出かけたりする場面みたいなのを見たとしても、本当に楽しそうな感じはするんですけど、でも付き合うならグッド、付き合うだったら OK、 相性いいし付き合うんだったらいいんですけど、結婚になった時に違和感を感じるかな。結婚ってみたいな。二人ともね、輝き続ける二人だからってここに書いたんですけど、今すっごい輝いてるお二人だけど、これから先さらに輝き続ける二人なんですよね。そんな人ってね、そんなたくさんいないじゃないですか。消えていってしまったり、新しい人がどんどん生えてくる中で、その業界で輝き続けるっていうのはすごいことなんですけど、このお二人ともが輝き続ける人、輝き続ける方なんですよね。で、そのまま結婚した時に、すれ違うなって思いましたね。だから戦友なのかも。結婚ってなるとうまくいかない感じがする。この方が家庭に入ってしまったり、この業界をね、辞めるとかになるんだったらいいですけど、そんなことをするようなそれはないかな。お家に入るタイプじゃない。お家に入るタイプじゃないし、入っちゃダメな人って感じがするし、この方もね、こちらの方にお家に入って、その今のね、やってることやめて俺のサポートしてくれみたいな言う人でもないし、まあ、結婚するならすれ違うなっていう感じがしますね。です。こちらの方はですね、結婚はサポートしてくれる人がいい。もう自由にどんどんいろんなところに行ったりとか、いろんな挑戦をこれから先もどんどんしていかれるので、まあ、家庭のこと、
をもう本当にサポートを全力でしてくれる人、自分のことを押しながらサポートじゃなくてサポート100みたいな全力でサポートしますよっていうぐらい、まあ余裕のある人かな、自分のなんていうのかな、余裕がある人、まあって言ってもね、100サポートは無理だけども、まあ自分のやりたいこともやりつつ、まあどちらかというと、まあ平野さんを優先しながらサポートできるような人の方が合ってるかな。で、業界の人だったら、まあ、その業界を辞めるか、まあ、一番いいのは一般の方が合うかなって思いましたが、どうかな。もうこんなにキラキラだったら、波長が合う人って言ったら、もう同じようにキラキラしてる人じゃないと合わないから、ある程度キラキラしてる人と結ばれるような感じもするし、うん、いやまだわからないですね。成長の途中だからわからないけど、まあこの二人で見たら結婚はって感じはしますね。付き合うのはいいけど結婚はどうかな。でも相性は抜群にいいですよっていう感じなんですよね。で、なんでそんな相性いいんだろうと思って前世を軽く見たら、前世はお姉ちゃんと弟でしたね。兄弟だった。兄弟だから縁が深いのかもしれない。なんか一緒にいて楽しいし落ち着くし楽みたいな感じだと思いますね。でもちょっと何考えてるかわからないみたいなところもあるみたいな感じで出てましたけど、相性としては抜群にいいですね。このリクエストくださった方は付き合っててほしいみたいな感じだったような気がするんですけど、付き合ってても不思議じゃないですけど、うん、相性は抜群にいいですはい、こんな感じになります。またぜひ皆さんリクエストコメントに打っていただけると嬉しいですし、インスタもねぜひ読んでもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、また YouTube 毎日更新を再開していきますので、よかったらチャンネル登録して明日も見に来てください。それでは本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また明日。バイバーイ。